ピアノ競争曲第2番と単調作品23はドミトリー・カバレフスキーが1935年に作曲したピアノ競争曲。後の1973年に改訂が行われている。初演は1936年5月12日にモスクワにおいてグリゴリー・ギンズブルクの独創で行われた。この作品は セルゲイ・プロコフィエフに大きな影響を受けているものの、カバレフスキー独自の率直で叙情的な様式で書かれている。カバレフスキーの最良の作品の一つと考えられてきたもので、ピアノ競奏曲第1番と比べると、幾分刺激的な響きを持ち、明瞭な調整感の中で20世紀的な手法が効果的に用いられている。独奏は極めてピアニスティックに書かれ、 高度な技巧が要求される。作曲から40年近く経って行われた1973年の改訂はオーケストレーションの細かな変更とピアノの響きの軽量化画種であるが、第2楽章後半の展開と第3楽章クライマックスのオーケストレーションに比較的目立つ変更が行われている。独創ピアノ、フルート3、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、 ホルン4、トランペットん、トロンボーンん、チューバ、打楽器、言語部、約24分。ありがとうございます。